チャンバーから離れ
ば聞こう。このエオルゼアに真実はあるのか。虚偽で塗り固められた教祖、異変によって作られた町、満着するために語られる神、欺瞞に満ちたエオルゼアに真実はあるのか。万神の出現に人は恐れをののき、恐怖を拭うために人が戦う。おかしいとは思わぬか。この地を守るというエオルゼア十二神、己の守護神と仰ぐなら再び呼び下ろすがいい。あのカルテノンの時のように。そして神を呼ぶ代償としてクリスタルを喰らわせ、エーテルを吸わせればいい。ウーラは気づいているはずだ。十二神もまた万神に過ぎないと。その力に頼れば地は滅ぶと。この真実を知ってもなお愚かな民が偽りの神にすがるのはなぜか。賢人ルイゾアまでもが神にすがったのはなぜか。長が、王が、為政者が、力なき弱者だからに他ならん。人の世は人によって支配されてこそ初めて存在価値がある。人は太古より他者との争いで自分を鍛え、奪うことで富、支配することで栄えてきた。つまり争いの果てに強者が弱者を導く先にこそ未来があるのだ。力なき弱者が民の口に飛び降り、偽りの神が呼ばれ、地は枯れ、命は死に絶える。ならば力ある者が支配すればよい。欺瞞に満ちたこの地で愚かな民を救うための真実はこの一点のみに他ならない。英雄と呼ばれる貴様たちを倒し、我が力を天下に示そうぞ。エオルゼアの真なる王としての力を。そしてエオルゼアは神聖するのだ。力ある我が手によって。
晴らしい力がある冒険者、それこそ滑る者が持つべき力だが、その力の使い方を間違えば無意味なもの。